はい、皆さんこんにちは。 KT ゲームチャンネルへようこそ。今日はですね、ゲームラストオブアス2というもののね、説明解説をしていきたいと思います。全部ぶち壊れる。ジョエルネタってんだから。なんだよお前、前回料理やって今回ゲームかよって。まあね、そうなんですよ。このチャンネルね、本当にジャンルなしなんで、ちょっとね、そこを我慢して見ていただきたいと思うんですけども、ただね、これゲームの話じゃなくて、実際の世界とか、あとはもう映画もそうだけど、すごくね、関連してくる部分が多いので、ぜひね、これちょっと興味持っていただければと思って今日は作りました。で、もう本当はね、もっとね、早く作れなかったんですけども、ここのゲーム終わって1ヶ月ぐらい経ってるんですよ。でもね、なんで1ヶ月間作らなかったかというと、もうね、すごくね、入りすぎちゃって、もう終わってからドーンってなっちゃって、全然作る気になれないというか、ものすごい興奮してたんで、逆になんかもうちょっと間開けた方がいいな、落ち着け俺みたいななって、まあ満を持してこの動画を作ってるんですけども、まあこの動画はね、ちょっと3つの項目に分けて説明していきたいと思います。で、1つ目、こちらがこのゲームのストーリーですね。ストーリーについて説明していきます。で、2番目がこのゲームの魅力ですね、説明していきます。で、3番目が、このゲームをプレイした方がいい人とプレイしない方がいい人ということで、簡潔にまとめてね、いきたいと思います。はい、で、このゲームのストーリーについてなんですけども、もうね、ストーリーっていうかね、もう見てもらえば、まあ、なんとなくわかるかなって思うんですけども、まあゾンビ系ですよね。で、一見ね、これちょっとホラーアクションみたいな感じに思われがちなんですけど、これ2に関して言うと、実はかなりヒューマンドラマが入り混じってきてますね。うん、で、まあ、プラスサバイバル要素とかもあるんですけども、まあ、今回に関して言うとね、かなり感情揺さぶられる作品になってます。で、ストーリーなんですけども、ゾンビが世界にもこう蔓延してしまって、その中で、まあ、一人の男性が生き抜いていくストーリーなんですけども、その旅の途中である女の子に出会うんですね。で、その女の子と一緒に旅をすることになって、女の子というのがゾンビに噛まれても感染しないということが分かったんですよ。それでその女の子を連れて、まあ、大きな病院があるので、まあ、医者が生きてればね、で生きてるっていう噂を聞いていって、そこで血清を作る、要は抗体をその子から抜き取って、まあ、そういう感染した人に刺す、注射させると、まあ、ゾンビが広まらなくなって世界が救えるんじゃないかという希望を持っていくんだけども、やっぱりね、こう一抹の不安があるんですよ。本当にその人は大丈夫かとね、あるんですけども、その希望をね、もう胸にこう行くんですよ。ただ最終的に、その少女を病院に連れていくと、その少女は殺されてしまう。で、その殺されてしまうけども、世界中の人が助かるかもしれない、もしくは世界中の人たちは助からないけど、その少女は助かるかみたいな、2択、究極の2択をこう迫られるわけですよね。で、まあそれで1話終わるんですけど、2っていうのが少女大人になって、で主人公のジョエルはおじさんになるんですけども、その人間たちがそういった怪物と戦いながら独自の文化を築いていくんですよね。街を作ったりとか施設を作ったりとか、もうそれがすごく顕著に現れてまして、でそこから世界をもう一度再生させようとするんですよ。ただその中で人間同士がぶつかり合ったり、宗教があったりとか、もうすごい思想がぶつかり合って人はどんどん死んでいったりとか、すごくね、なんかね、なんか心打たれるとか胸打たれるというか、まあ、世界ってこうなっていくんだなっていうのがすごく見えやすいんですよね。で、その中で、まあ、ネタバレはしないように言うと、少女がある恨みを持ってある人間のところに殺しに行くみたいなストーリーなんですけども、1の時はとにかくこうゾンビと戦ってるようなずっとイメージだったけど、このゲームは実はそうじゃないんだなっていうところに気づかされていくんですよね。はい、で続いてがこのゲームの魅力ですね。さっきもちょっと言ったんですけど、このゲームってそのゾンビを倒していく、だから変に言ったら何でしょうね、バイオハザードってめちゃめちゃ強いボスがいて、そいつを倒して終わりに向かっていくじゃないですか。じゃなくて、もう変な話、もう途中からゾンビなんかもういいやってなっちゃうんですよ。なんていうか、もう最初はね、もちろん怖いし、そういう演出もしてるから、ね、ゾンビも 1種類じゃないですよ。2種類3種類いて4種類ぐらいいるのかな、まあ、いろんな特性があって、めちゃめちゃ耳がいいやつとか、耳は
いいけど目が見えないとか、でもそいつに襲われたらもうあのナイフとかじゃ戦えないとか、いろんなのがいるんですけど、なんか途中からね、もうそんなことよりもその先の展開が知りたい、この結末はどうに向かっているの、どうなっちゃうのっていうところがどん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 知りたくなって、途中からはい邪魔、はい邪魔邪魔っていう感じでね、あのなっていくんですけど、まあとにかくそんな感じでも引き込まれていくゲームになってます。それでこれはちょっとね、どうなのって今までないことがすごく多いゲームなんですね。例えばあのトランスジェンダーとか、そのジェンダーに関してジェンダーレスがすごくあの目立つ作品、もうレズだったりとか、あと途中出てくる、まあ、アジアンとか、そういう宗教とか、そういうのもなんか、まあ、ステレオタイプな部分も多少はあるけど、でもあの今まではなかった。だから白人男性、白人女性がキスするみたいな、お互い好きになってキスするみたいな恋愛じゃないんですよね。だからもちろんゲイもいればレズもいて、そういう宗教同士もう全然考え方も全部違う、人間がっていうのがすごくね、もう僕のなんかね心にねこうグググッとこう来るんですよ。でそれも多分もう世界が新しくなってるからすごく寛容になってるっていう部分も見れるし、それがもう平気で、あもうなんか ありえるというか、それに対して別に驚くこともない。だからまあ もともとさ、アメリカって結構そういう文化も今受け入れられてるので、日本よりもね、だからさらにいいのかもしれないですけど、すごくそれが顕著に見えたかなっていう部分でした。これゾンビとかいるじゃないですか。でこのゾンビもすごく、今まではねなんかこんな遮蔽物とかあったらこれじゃダメじゃないですか。この古いゲームセンターで戦ってるんですけど、ここの壁とかを平気でぶっ壊してくるみたいな、それって今までのなんかなかったんですよ。なんか隠れてれば見えないだろうとか、あのこれがあれば来れないだろうと思ったのが見事にもうひっくり返された。やっぱりねグラフィックもすごいし細かい、とにかく細かい。もうその前作から細かい部分もあったんですけど、まあ、とにかく細かいですね。でこの感情移入がとにかくめちゃめちゃしますこのゲーム。っていうのも、まあ、主人公だったり出てくるこのキャラクターの回想シーンっていうのがすごく多いので、それによってかなり感情が入ります。あちっちゃい頃こんなんだった人が今大人になってこうなったんだと、でこの人をどう操作していくのかとか、特徴があったりとか性格だったり、この人が守らなきゃいけない人だったりとか、で逆に倒せなきゃいけない人とかで、それもねすごく、まあ、胸打たれたりとかもするんですよ。まあ、そんな感じでですね、まあ、ストーリーとそう、まあ、その演出だったりとかグラフィックが、まあ、とにかく引き込まれる作品です。僕もこれ仕事もあるのにもう全然寝れなかったりとか気になってね、そんなこともあるぐらいとにかく引き込まれる作品になってます。で操作性も、まあ、そんなに難しくないかなって、アクション やり慣れてる人はね特に難しくないかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとこれは個人的な話なんですけど、僕当時生後1ヶ月の子供をねこうここに抱えながらゲームしてたんですよね。クリッカーっていうめちゃめちゃ強いのがいて、速いし強いし気持ち悪くて耳がめちゃめちゃやつ、そいつのなんかクリックってカチカチカチっていうカリカリカリみたいな音が、その子供が起きた時のなんか音にすごく似てて、なんかリアルで聞こえてくるめちゃめちゃ怖いと思ったら子供が泣いてたみたいな、そんなこともあって、まあ、とにかくもうすごい集中してできたゲームですね。で3つ目がこのゲームをした方がいい人としない方がいい人っていうことなんですけども、まあもちろんそのこれ Z 指定なんで18歳以下はプレイダメですね。ダメ、まあ、18歳になってからゲームしましょうということが1個、あとはスプラッタとかゾンビホラー苦手な人はやんない方がいいです。めちゃめちゃ多いですよ。特にこのゲームって人が人を殺すのもあるし、まあ、ゾンビもそうだけど、平気でねそのなんか宗教のぶつかり合いで殺し合うんですよ。でも結構グロくこういう風に表現されてるので、苦手な人はまあ気を見ない方がいいかな、やんない方がいいかなっていう。でやった方がいい人、まあ、やった方がいい人はもちろん1をプレイした人もちろんそうなんですけど、まあ、世界が今もうコロナでかなり深刻なダメージを受けてて、いつか、まあ、ゾンビとは言えないまでも本当にもっと人がたくさん死んで自分しか生き残らなかったりとかした時にどうなっ
っちゃうのって結構絶望じゃないですか。その水道が止まったりとか、そのインフラって電気がないとか、そういう時どうしたらいいんだろうって、うん、なった後の世界の話だから、まあ、人間ってこうやって生きていけるんだなとか、絆ってすごく大事なんだけど、生き残るために知っといた方がいい知識もかなりあると思うので、やってみて感じてほしいなと思います。であとはやっぱりね、こう今までのこのゲームに飽きてきちゃった人ですね、これは絶対やってほしいです。もう何もかもがひっくり返されてるんですよ。で普通のストーリーとかってこうなんでしょうね、どっかにこう向かっていくし、その終わりがあるじゃないですか。でもこのゲームって終わりが見えないというか、最後も終わりも見えないんですよ。なんかこう善と悪があって、普通どっちかの目線でこうストーリー進んでいくじゃないですか。なんかじゃないんですね、どっちの目線でも進んでいくんですよ。だから今まで例えばアンパンマンとバイキンマンがいて、アンパンマンを殺したいと思ったことないじゃないですか。バイキンマンのことはあっても殺すっていうか倒すっていうかね。でもこのゲームはなんかこう逆転するんですよ、途中で。でこれすごくちゃんとね、ゲームの賞も取ってる作品なんですけど、酷評が多かったんですよ。1をやってたファンが2をやってめちゃめちゃこう炎上したんですよ。すごい裏切りがあるんですね、最初の方から。で、まあ、途中最後までやってもなんかすごく気分悪かったみたいな。だからそれも分かるんですよ。わ、気持ちはすごい分かる。途中までもなんだこれって思いながらやってたし、で2回目できない理由も何でしょうね、違う目線からできないんですよ。もうなんかね、重すぎてってさっき言ったんですけども、その目線で今更できないみたいな。このゲームのすごいのは、その感情移入が、まあ、回想シーンもあるし、で自分がさ、その、まあ、もちろんゾンビに噛まれたら死んじゃうゲームなんで、もう死なないように死なないようにって頑張るじゃないですか。その上、その人生ドラマもちゃんとこう見てって、ね、なんかこうぶつかり合ったりとか光あったりとか、そういうところも ありながら、そのゾンビと戦わなきゃいけないし、だから忘れてた頃にね、こう来たりするんですよね。だからうわーってなったりとかもするし、やっぱりその映画にはないですよね。コントローラーがガガガって震えたりとか、その心臓と一緒にこうね、なんか連動するみたいな部分もあったりとか、まあ、とにかくそういうこうなんでしょうね、もうアクションだけど静かに静かに、でその簡単に言うと、その本当にどっちも悪なんですよ。だって人を殺してるわけだし。だけど人を殺してるのが悪っていうのは、新しいそういう世界では、例えば味方を守るとか家族を守るとか、自分が殺されないように相手を殺すとか、殺さなきゃ殺されるっていう世界だから、だからそれが、まあ、僕たちからしたら悪だけど、その世界の人たちからしたらそういう概念ではないというか、うん、殺すことイコール絶対悪ではないっていうところが、なんかね、もう本当いろんな意味でも覆される作品なんですね。だからそういう意味でも本当にね、僕実はほらゲーム実況とかもすぐしたかったけど、集中したかったんですよ。でもうその物語に集中したいがあまりに、自分の言葉、自分の思想が邪魔なんですよ。これこうなんじゃない、あんなじゃないって、こう面白半分でなんか茶化してやるようなゲームじゃないなっていうことがもう途中で分かったんで、あもう絶対やらないって決めて、もう今回解説でだけみたいな。そうだからもう本当にこれは機会があればっていう、もう興味ちょっとでも持ってくれたら、今メルカリとかでもすごい安く売ってるんで、ぜひやっていただきたいんですよね。というわけでちょっとここまでね、バーッとこう説明してきましたけども、そんな魅力が詰まってます。なんかね、なんか考え方が本当にひっくり返されるみたいな、それをもう味わってみたい方はぜひね、やっていただければと思います。はい、でちょっとこれもう本当に最後のおまけになっちゃうんですけど、このゲームアメリカで発売されてるゲームなんで、英語バージョンがあるんですね。で英語の声で英語の字幕も設定できるんですけど、僕これ2回目こっちでやった方がいいかなと思ってやったんですよ。勉強というかね、やろうかなと思ったんですけど、まあ、声優がねあまりにもねちょっとクソすぎるっていうかね、はい、申し訳ないんですけどもできなかった。もう10分やって限界が来て、あもうやめようと思ってやめましたね。だそれぐらい日本人のこの声優さんってすごいんだなって思いました。で特に、まあ、アニメじゃないですって言ったら、実写じゃないから、実写はやっぱりその本人の言葉、本人の音で字幕で見たりとかしたいんですけど、まあ、これは言ったらアニメーションなんで、まあ、いくら入り込んでるとはいえね、なんかねちょっと合わないですよ。なんかマイクの性能なのかなとか思ったけど、やっぱそういう部分でも日本人の声優さんって素晴らしいなって改めて感じた作品でもあります。というわけでも本当にね、100点満点なんで、ぜひやっていただければと思います。ちょっと長くなっちゃいましたけど、僕ねこれネタバレ含んだやつをノートっていう
やつに載せてるんで、それ概要欄に貼っておくんで、ぜひ見ていただければと思いますので、そちらの方もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。アディオス。